というわけで皆さん、降臨キャラ、今回のね、新芽の降臨キャラをね、ちょっとじゃあ見ていきましょうかね、今日は。はい。ということでね、で、まず1体目。この、火属性ですね。マレンゴということで。これマレンゴというのはですね、ナポレオンのね、馬のことですね。馬、マレンゴ。今回そういう、シリーズになってるんですかね。はい。ということで。重力マインレーザーストップ、魔法陣ということで反射なんですけどもね。まあ、こちらですね、まあ、降臨キャラの中では、トレノバ以来のね、はい、火属性重力マイン魔法陣キャラということで、まあ、だいぶ貴重ですよね。まあ、トレノバって控えのキャラなんで、手に入らないんで、もう、ね、はい、まあ、そういう意味では非常に貴重なキャラとなっておりますよね。うん。で、まあ、まあ、絶球系統で言えば、まあ、テンペスト狙撃性ですか。うん。で、あとは未開の38とかね、いけるのかなってところあるんですけどもね、このギミック対応だとね、ランスロット X と同じですか、大体。うん。だと思うんですけども、ただね、未開の38に関してはね、まあ、ウルスラグナっていうね、降臨キャラすでにいますから、まあ、そっちの方がまあブロックもついててね、まあ、使いやすいんじゃないかなっていうところもあるんですけどもね、まあ、どうでしょうかね。はい。まあでもまあトレノバ以来の、銅浴び対応ということなんで、まあ、そういったところの貴重な性があるんじゃないでしょうかねというところでございますね。はい。では続きまして、まずはね、撃力ちょっと置いておいて、聖会派という、キャラなんですけどもね、闇属性ですね。こちら、ダメオ魔法陣アンチ転送壁ということで、まあ、お気づきの方いらっしゃるかなとは思うんですけども、ダメオ魔法陣転送壁となりますとね、まあ、こういうことなんですよね。会長ですよね。要は。はい。こちらと同じ対応になってくるわけですね。はい。なので、この聖外派は、陸越適性ということですね。つまり、はい、まあ、実際、陸越で使ってみました。はい。普通に勝てるね。勝てる。だって、ね、陸越の、なんか、適性キャラでそんな強くないじゃん、ぶっちゃけ。対応のやつってこんなん使ってるラールタイバーとかラールタイバーよりは正直俺は使いやすいんじゃないかなって思ったりもしました。ダウンポジションキラーがね意外とね強いんで下にいるから時あるからディックエクスってとかあと SS もまあまあ良くてうん貫通タイプになりみたいな。やつも、まあなんかまあ、結構ね、ほら、ぐるぐるするやつ、でなんか、途中になんかいると狙いづらいじゃん。で、そういうので、こう、ね、あとなんか上にはまなきゃいけないってことがあったりとかして、そういう時とかに、この SSR と意外と使えたかなっていう印象ですけど、ね、まあでもまあ、それでもね、激烈に、ガチャキャラと比べるとね、強いというわけではないので、まあ、それなりに気を使うわけですけど。まあ、でも、ディック X の音楽としては、十分な働きをするんじゃないでしょうか。というところですね。はい。さて、最後行きましょう。最後はですね、皆さん、お待ちかねですね。セキトバですね。はい。じゃあ、まずは、まあ、こっちから行きましょうかね。こっち側の、セキトバね、から行きましょう。こちらですね。これ、転送壁も含んでおりますよね。アンチダメージオール、アンチウィンドウ、アンチワープ、そしてアンチ転送壁4リミック対応ということで、非常に汎用性が高い、キャラクターになっていますね。そして、友情ブースト持ちですね。これ珍しいですね。降臨キャラにしては珍しい友情ブースト持ちで、かつね、パワードライブと、超絶だね。超絶、拡大貫通ロックオン消費者というね、まあまあ、まあ威力範囲ともにね、高水準めな、
友情がついておりまして、非常に使いやすいキャラとなってますね。はい。まあ一応いけるクエスト、絶球系統でいくと、まあ、ザオーゴンデンとか、っていうところにはなるんですけども、ね、まあ、ザオーゴンデン使ってみて、そんなに、悪くはない。意外と周りに、ね、まあ、キャラが配置されたりとかするんでね、敵がね。意外とパワードライブも当たるし、まあ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 、はい。使える、まあ今はザオーゴンデンかっていうところはあるんですけども、まあそれなりに活躍を見込める、性能になっていましたね。まあでもまあそもそも汎用性は高いんでね、まあ、いろんな、クエストに雑に連れていって強いっていう感じの、運枠になってるんじゃないかなと思いますね。さあでは、いよいよ最後。こちら、セキトバね。まあいわゆる進化の方というか、になっておりますけども。貫通、アンチ、重力バリア、マインスイーパー、M、アンチウィング、電流封じ、M ダッシュ、M。これ何なんだって話なんですけども、皆さんの大好きな、そう、桃源郷の運幕ということなんですね。はい。桃源郷はですね、ボスが幻獣となっておりますので、電流封じが刺さるわけですね。電流封じ、M。はい。ということですから、こちらで、まあ、火力2倍ですから、まあ、M ということでね。はい。かなり強力な運枠として、ね、桃源郷では機能してくれるんじゃないかなと思います。はい。まだ降臨しておりません。来週の月曜日に降臨となっておりますので、そちらお楽しみにということでね。はい。ということで以上ですけども、まあ、今回も非常に、ね、高性能な降臨キャラが揃っておりますね。まあ、いろんなところで使いどころも、まあ、出てくるんですかね。まあ、割と、まあ、貴重なアビリティのね、組み合わせであったり、まあ、あるいはね、汎用性が高かったり、まあ、あるいは絶球の運枠になってみたり。ですので、まあ、ぜひ皆さんもね、使ってみていただければと思います。